第4節食物嗜好品世界的に見て日本は胃がんの多発国です。この原因として食事が大きな要因と考えられており米食に伴う塩辛い漬物や干し魚などの高濃度食塩食が原因と推定されています。二次世界大戦以前のアメリカは胃がんの多発国でした。これは 肉を塩漬けにししててて保存して食べる習慣が原因と考えられています。冷蔵庫が普及して肉の保存方法が変わってからアメリカの胃がんは激減した歴史がありますこれに対し高タンパクの肉食や乳製品中心の欧米型の食事は乳がんや大腸がんの原因になると考えられています中国の河南省では食道がんが多く 5人人に1人が食道癌で死亡すす。る地域もありますこの原因としてある種の漬物との因果関係が証明されていますタバコと肺がんの関係は世界的に注目されていますが喫煙者の肺がん罹患率は非喫煙者の10倍あるという調査もありますタバコを吸う人は 肺がんの他に食道がん、喉頭がん、胃がん、口甲がん、肝臓がん、膵がんにもかかりやすいことが統計的に証明されています。また、ストレートのウイスキーなどのアルコール濃度の高い酒を好む人は、口腔がんや食道がんにかかりやすく、これにタバコが加わると。 相乗的効果単なる足し算的効果でなくか掛け算的効果で発がん率が上昇するという事実が報告されていますアメリカのモルモン教徒キリスト教の一派は教義で酒、タバコ、コーヒー茶を禁じられていますがモルモン教徒のがん死亡率は全米平均より約3割少なく肺がん死亡率では約6割少なくなっていますさらに 安息ビサイリン派という保守的なキリスト教の一派は酒、タバコ、コーヒー、茶の他に香辛料、薬味も禁じられており食事も、粗食で約半数は菜食主義者です。安息ビサイリン派のがん死亡率は全米平均の約半分の5割で肺がん死亡率に至っては約8割も少なくなっています。この調査結果はがんの原因として 食事とタバコの影響がいかに大きいかを示しています。